ないね。エミール。どうしたんだ、二人が街の中に入ってくるなんて。急にすみません、カイネさんがこの辺りから異様な気配を感じたみたいなんです。異様な気配、魔物か。ああ、この先から音がする。だがやはりはっきりとはしないがな。下着女の唯一と言っていい特技がそのありさまか。カイネ、どうかしたのか。いや、なんでもない。さっさと行くぞ。どうにかしてナンパ船の中に入れないかな。これだけ朽ちているのだ。どこかに穴でも開いているのではないか。穴が木の板で塞がれているな。これを溶かせば中に入れそうだ。カイネさんが感じた気配が気になります。しっかり準備してから入りましょう。至るところが腐りかけておるな。むやみに暴れるでないぞ、下着女。ああ。カイネ、本当に大丈夫なのか。あまり無理をしないでくださいね。そうだ、僕たちは船の外から探索しませんか。外の空気も吸えますしね、カイネさん。そうだな、そうさせてもらおう。エミール、カイネを頼んだぞ。はい、さあ行きましょう。カイネさん、薄暗いな。ここに町の人たちがいるとは思えないが。他に手がかりがないのだ。探してみるしかあるまい。船の中で行方不明になった者たちの手がかりを探すのだ。船の中、外からの光が届いていないのか。この暗さでは部屋の中を調べるのは無理そうだな。おい、そこに転がっているのはランタンではないか。油が残ってる。まだ使えそうだな。今女の子が。我も見たぞ、いつの間に後ろに。郵便局で話を聞いた家出娘かもしれぬ。連れ戻した方が良さそうだ。鍵がなければ先には進めぬな。どこかに鍵がないか探してみるか。誰もいないぞ。おかしいな、幽霊でも見たみたいだ。バカなことを抜かすでない。どこかに抜け穴でもあるに違いない。この船は一体。ナンパ当時のことを知る手がかりが船内に残っているかもな。この先はかなり暗そうだな。先ほど拾ったランタンを使って進むしかあるまい。
これはリンゴが落ちてる。少し傷んでるが最近のものみたいだ。おそらくカバンの船頭が落としたものであろう。夫婦喧嘩のほとぼりが冷めるまで船に隠れるつもりだったのか。まったく世話の焼けることだ。ともかく奥を探してみよう。今の音は何なんだ？上の階から聞こえたな。樽が倒れてる。中身の白い粉は小麦粉か？入り口で見た娘が倒したのだろうか。おい、床を見ろ。娘が通った痕跡が白く残っておる。これをたどれば娘の居場所に行き着くかもしれん。分厚い本が置いてあるな。何だろう。公開日誌のようだな。中を見てみるか。船の進路、天候、入港記録。大型の船だけあって事細かに記録されているが、だがある日を境に突然記録が途切れておる。この船で一体何が起きたんだ。棚の向こうで何かが光ったぞ。調べようにも棚が邪魔で奥に行けぬ。なぜ狭い通路に棚が置いてあるのだ。待て、この棚動かせそうだ。床の亀裂に引っかかったようだな。床が抜けでもしたら大変だ。これ以上動かすのはやめておき。棚の方から隙間風を感じるな。おい、この白い鍵、スイッチのように動かせるぞ。部屋か。机に手帳が置いてある。文字と数字がびっしり書かれているな。船で扱っていた商品の記録のようだ。どれどれ。どうやらこの船は人身売買を行う商船だったらしい。非道なこと。人を売り物にしてたってことか。そうだ、かなりの儲けを出していたようだな。同じ人間なのにどうしてそんなこと。わかりたくもない。愚かな人間はどこにでもいるということだ。大きな箱だな。金銀財宝でも入っていたか。いや、鉄でできた道具がいくつも入ってる。それは拷問器具か。ここで行われていたこと、想像したくもないな。この船、知らぬ方がいい秘密が隠されていそうだぞ。都合だ。早く町の者たちを見つけ。
白い痕跡が続いているのはここまでのようだな。何か聞こえてくるぞ。音が止んだな。女の子の声にも聞こえたけど。これは電声管か。管を通して離れた場所に声を届けるための道具だ。管がつながっている別の部屋にあの女の子がいるってことか。待て、壁に船内図が貼ってあるぞ。どうやらこの管は船尾にある船室とつながっているようだな。もっと奥に進めばいいんだな。行こう。ランタンのおかげで随分と奥まで進めたな。そうだな。それにこの明かりを見ているとなぜか安心するんだ。お前がそんなロマンチストだったとはな。この扉は開かないようだな。ここは厨房か。大きな鍋だ。大勢の船員のためにここで料理が作られていたのだろう。ん？調理台にメモが貼ってある。ライス大盛り、ピーマン抜き。船員ごとの要望が書かれてるみたいだな。料理の好き嫌いが許されるとは贅沢なものだ。この船の船員たちは食料に困っていなかったらしい。なんだこの匂いは。奥の部屋から漏れているのか。またリンゴが落ちてる。これも喧嘩夫婦の夫が落としたものか。一体いくつリンゴを持ち歩いているのだ。ともかくもっと奥を探してみよう。この床。おい、無事か。ああ、なんとか大丈夫だ。ここは暗くて何も見えないな。おまけにひどい匂いだ。どうやら船底まで落ちてしまったようだぞ。落ちた時にランタンをなくしたみたいだ。どこかに落ちてないか探してみよう。シロ、よかった。ランタンがあったぞ。ようやくか。喜んでいないで、さっさと点火するのだ。この死体は、町の者たちと、喧嘩夫婦の、そんな、嘘だ、嘘だ。どうしてあの人が、町のみんなが、くそ。しっかりしろ。カイネが感じた気配。おそらく町の者たちを殺した犯人は
この奥にいる。ああ、絶対に許さない。もう見るな。あ、お二人とも。エミール、カイネも船内に戻ってきたんだな。はい、壁の穴から中に入りました。下の真っ暗な階から物音がしたので心配してたんですよ。すまなかった。カイネの方はもう大丈夫なのか？ああ、少しはマシになった。世話をかけたな。そうか、本当に良かったよ。今度はお二人の元気がないようですけど、何かあったんですか？ところでカイネ、お前が感じていた気配だが。ちょうどこの上の階からだ。やはりな。先に進むしかなさそうだ。丸められた紙が何個も捨ててある。これは手紙か？どれも同じ文字が書き綴られているようだが、字が汚くて読めない。船の中で収穫はあったのか？実は町の人たちが何人も。そうか。くそ。顔色が悪いですよ。どうかしましたか？一人で抱え込まないでください。落ち着いたら何でも話してくださいね。エミール、ありがとう。ここが最後の部屋だ。町の者たちを殺した犯人がこの中にいるかもしれない。こ、もう少し準備を整えよう。この子は船の入り口で見た。待て、死体の転がる船の中に女の子。何かがおかしいぞ。こいつ、まさかカイネが感じていた気配はこの子が。あれ、君は久しぶりだね。配達員さん、ここで何を？ああ、実は最近この船に通っているんだ。その女の子はこのナンパした船に乗っていたみたいでね。外に出られるようになるまで世話をしていたんだよ。そうだ、そこのあなた。つかぬことを伺いますが、その子が出血しているようで。包帯を持ってきたのはいいんですが、その女性の月のものの処置はどのようにすれば？すみませんでした。あまりに失礼でしたね。そいつに近づくな。そいつは。カイネ、エミール、こっちは何とかする。どうにかして外へ出ろ。あやつらなら大丈夫だ。一旦引くぞ。
船が崩れるぞ。早く外へ出るのだ。分かってる、急ごう。邪魔だ。再生するのか。キリがない。あの穴から外に出られそうだ。二人とも、よかった、無事だったんだな。はい、でも配達員さんがまだ中に。ああ、助けに行かないと。この日差しであれば、あの魔物も追ってはこれまい。今のうちに体勢を整えるぞ。バカな。の体は光で焼かれておる。しかしそれを上回る速度で再生しているのだ。この光、何か来るぞ、待機しろ。海にいた女の子の正体が魔物だったのだ。今までの魔物とは何かが違う。油断するな。触手を狙うのだ。止まるな。もう一本も切り刻むぞ。この町のみんなを絶対に許さない。野放しにすれば町が危険だ。ここで始末するぞ。
畳みかける。やったか。なんだあの大きさは。おお、それほどの傷を回復した。波の攻撃ではすぐに回復されるぞ。来るぞ、かわせ。何としても止めないと。飛んでくる槍の数が増えておるぞ。分かってる。だけど、くそ。このままでは。こっちを見ろ。こいつはお前の大事な人なんだろう。攻撃を受けてまだ倒れぬというのか。やだ、怖いです。奴が魔力を集中し始めたぞ。攻撃を止める手立てはないのか。なんとか死ぬ人。
が。くそ、くそ。やめろ。何してる。殺されるぞ。魔物の動きが止まってる。奴の魔力の中心、頭部を魔法で貫くのだ。お前なんか嫌いだ。ありがとう。おかげで助かったよ。君たちには世話になったからな。かくまうぐらいお安いご用さ。本当にすまなかった。町の人たちが何人も魔物に食われて、その犯人の世話を私がずっとしていたなんて。貴様が気に病む必要はない。全部魔物が悪いのだ。そうだといいんだがな。そろそろ俺たちは行くよ。まだ報告しないといけない人がいるんだ。そうか。じゃあな。また君にも手紙を届けるよ。本当に世話になったな。答えないの？ねえ、無事だって言ってよ。まさかあの人はもう。旦那さんは魔物に殺されたんです。俺たちが見つけた時にはもう手遅れで。嘘よ。どうして夫が。カバンをバカみたいにずっとつけて。
っと私のことを思ってくれて。そんなの嘘よ、嘘って言って。あの夫婦の喧嘩ももう聞けぬと思うと寂しく感じるものだな。ああ、俺がもっと早く探していれば。くそ、気負いすぎるな。お前はよくやった。この町も変わってしまったわ。南平原に出る魔物のせいで交易が難しくなってね。妙な黒い病気にかかる人も増えてきたの。閉鎖的になっていくのに伴って船でよその国に出ていく人も年々増加しています。魔物たちが原因ではどうしようもありません。一つ聞いていいか。なんだ。
海の魔物との戦いで魔物を脅迫してただろう。あの魔物が配達員のことを守ってるってどうして分かったんだ。さあななんとなくそう思っただけだ。そうか。首輪を川辺あたりで。ああ、あんたか。頼りにしてるよ。最近はどうも疲れやすくてね。商店街も買っ、もう少し野菜がたくさん取れるといいんだけどな。遊びに行ったやつらがいるらしいんだ。俺も行きたかったな。あの子の病気はきっと森の呪いなんだよ。みんな反対したのに遊びに行っちゃうから。船頭さんが亡くなられて海岸に魔物が出るなんて大変だったわね。船頭の彼はよく夫婦喧嘩の話をしながら笑っていたわ。奥さんのことを大切にしている誠実な人だったのに。彼のことはすごく悲しいけれど、あなたが無事でよかったわ。そうだポポルよ、魔王の城の鍵については何か分かったのか。暗号の解読は進めているのだけど行き詰まってしまって。中世のケルベロスはもしかしたら犬のことかもしれないけれど、そんな変わった犬は見かけたことはないし。ポポルさんにも分からないなんて相当複雑な暗号なんだな。でも鍵とポポルさんだけが頼りなんだ。お願いします。分かったわ。そうそう、通りがかりに見かけたんだけど、ポストに手紙が届いているみたいよ。見てきます。ありがとう。それと船頭の彼が休んでいたから別の人を手配しておいたの。船は変わらず使えるようにお願いしておくわね。わかりました。誰かを失ったとしても、この世界は
無慈悲に回り続けるのだな。本式か。ぜひとも行ってお祝いしなくちゃいけないな。早速王のところに行こう。船に。砂漠に不思議だとは思わないか。どうして。奴らは本来森の住人なのだ。砂漠には餌になるものがない。なら何を食ってるかは想像できるんじゃないのか。この姿勢ダザクシタトジエザイラチヨタザクスタエンジイロタタトタテテチ入れてイラオタデキタインジイジェッソースカトタテアツテギュッソドキイト。わかった。手に入ったらプレゼントしよう。とジエさんタクソガイク。こんにちは。ここで水車に使う軸と板は扱ってないか。はい、あれデチク。ただトトタルテッソーとネタ来て。それなら俺が取ってこよう。いくつ必要だ。俺ギュッソグツギューンでく。わかった。取ってきたら作成を頼む。水車って便利ですけど修理が大変なんですね。昔は違う仕掛けを使っておったらしいがな。違う仕掛け。
鉄と火、それらを複雑に組み合わせて動く力を得ていたらしい。へえ、じゃあそれでどんなことをしていたんですか？大きな鉄の箱を動かしたり、夜の街を明るく照らしたりしておったようだ。うん、じゃあいらないかな。なぜだ？鉄の箱を動かす用事もないですし、夜明るかったら眠れないじゃないですか。ふん、それも一理あるな。僕は今の世界で十分楽しいですよ。エミールみたいな考えの人ばっかりだったら平和なんだけどな。強リュウタと。体中砂まみれだ。体力を持っていかれるぞ。気をつけよ。ユウザ、海ザム固くせてしたかった。助けたというか、見つけたというか。たく、そがいく。カイザムあってと、アザ、エルワトと、ついさら。あ、カイザム瀬戸ウィギキスポチ。なんだ、それは。ザクターラキ、東洋リワグアルセル崩れと。ゲ、落ち着かい。こんな高価そうなもの、いいのか。知らん。ラーヌテルワとオンジチさえ言った。ならばありがたくもらっておこうか。不見突キゾと依頼来たいと。どんな仕事だ？ラーヌザ海山とたち直使とエルワありきて子がいいやつで。わかった、引き受けるよ。アクゾがいく。強リュウタ、子がいい立つありく。トツ、ロッドカンデテチール、チタン。トスキタ、ソーケシデ、クイキョ。一層グツ、お手伝い聞く。チタン。近々年貢の納め時と聞いたが。結婚おめでとう。結婚とは相手が必要なものだと聞いたが、花嫁はどこだ？失礼きた。先ほり もしかしてフィー？驚いたな。すっかり大人っぽくなりおって。そういうことならカイネも呼ばないとな。ハハハハハ。なあ、せえ、イラソータサッタラギントソンキッチって大釣りだったらあき。お、え、見えるさい。はじめまして。この度のご結婚おめでとうございます。かく、あのカイネさんなんですけど。結構ってくるなろ。一致して差は大抵土地あれちゃった。ヨルセレヤリサたちトティテスレ。ああ、そうさせてもらうよ。やれやれ、
風呂に入る時まで掟があるとは。シロは浮かんでただけじゃないか。カイネ、どうした？結婚式などというめでたい席に私が出てもいいのか？いいんだよ、王が直々に招待してくれたんだから。王はよくても周りの人間が。この町は俺やカイネの村とは違う。掟が全てなんだ。変な話だけど、掟に書かれていないことは誰も気にしない。そうか、なら我個人の価値観からすれば、かような下着姿で婚礼の場に臨むは甚だ奇妙に映るがな。もう話しかけるな、クソ吹き神。あ、どうした？いや、なんだか寝られなくて。何か心配事でもあるのか？全然そんなんじゃないです。明日の結婚式が楽しみで、いろいろ想像してたら目が冴えてきちゃって。素敵だろうな、綺麗だろうな、いいなフィーアさん、いいな。エミールにもいつかいいお嫁さんが見つかるよ。お嫁さん？ああ、お嫁さんですか。他に何がある？寝ぼけておるのか。さっさと寝ろ。そうじゃないんだけどな。竜艇隊終えた。ゼルガーンと急絶し続いている。改ざんを解きてと基礎とやりつた。トンシッチ祝いつつたんさロアインだ。祝い事もまた仕事のうちだよ。同意。民に束の間の祭り気分を味わわせてやるのも王の思いやりというものだ。小出た。それにフィーアを幸せにできるじゃないか。大切な誰かを守り幸せにするってことは男には必要なんだ。アルトルは自殺だった。対決だぞ。憧れちゃうなね、カイネさん。知らん。おお、異牛と螺旋地恋アルテルはシース用林地コッテチサイトズセお天気。
トゥルルータイユトゥあさって、キッサリキの、キッテスレ！カイザム、グサ、ジ、アッジ、ワレ。フィア、クトイにおりれる。帰り討ちに会うだけだ。カイゼムイオリ。ラフィアガス。ねえ。ザルツ、ザルツ、ゼルガー、ザルツだ。ゾルキアレル。ゾーテイ、おられきたも。ユリペルアトル、カイザムタトデク。ラクルトデク、ゼルガアントイ。からつぐきててカイザムタリエキューサカイザムら夫と来て総取りリス高いオーガーのまま引き下がるとは思えぬな。ああ、今にも一人で狼を倒しに行きそうだ。
放っておくのか。そんなわけないだろ。俺だって狼たちが憎い。戦うのであれば相応の準備が必要であろう。さっきのようにはいかぬぞ。分かってるぞ。戦いの準備はできたのか。ああ、フィーアの仇を討たないとな。フィーア・ヤーリル、セルガン・キゾとヤージズ・ドレル、ヒキュ・ジケツ・アウル、あったあと少しの間、狼の群れがどれほどの数か知っておるか。村を襲ってきた狼どもなどほんの一部だぞ。セルシタイ。分かった、俺たちも協力する。デキュワチュワセ、お前のためじゃない、フィーアのためだ。もうタイニさんは口が悪いんだから。意見が揃ったな。ならば急ぐぞ。悲劇を止めるのだ。フェアロア、タグ、トトチユア、アリュアキント。カイゾム・アクラ。ゼルガーン撃つ。と避けた。これで里アルテルア・チンクルチーラス。アルテルア・トヤリラ・フィア・クスタ・アッディム・フィア・ギキタ・タトサダ・キラツヨ・リウタ・タキツシ・リュウリュウトサ・ディム・ヨリウアイソト・フィア・トツダッタ・アティン、アンダダセ、テントシケン、ユカイザムテク、アンダルアミ、シカ、アンダイエフィア。ロテとやりかき急できたと食いてゲルダ。エルラ・ラール・エルラとカイザムテ、カイザムとアイト、フィア・アイザムテ、フィア・ジュレ・セキタトとだ。ゼルガンテ、アンダ・ゼルガン・ヤーリツ・ガッチ・クリト、階段ゼスタルペラ、老体リスラ関係かけてしたすわれ、アルムーキエルトチギサンってきた。アルム、浮き汗んクユーリエ、押してキルタチエククギリスアーガイ、え、カイザムより生きお辻でくご。ユラ、カイザムチゼストジー、お別れたしユリア、こうだたチより歌え。クリゼルガンタチトグダリー、行って、くたえ。ティーエのためだ。行くぞ。
ちが王を狙っておるようだ。セゲルダ、カイザム。カイザムに蹴おれ。奴の狙いは仮面の王だ。アキ、月大使。スラエ、フィア、ゾウ、ゲンカ。
して装置抱かれ添え抱くそとくら探すと意識終電ライアリス・テッチ。フィーアはこれまでも十分幸せであった。こうもちろんあの娘ならきっとそういうはずだ。フィーアの誇りだった立派な王であれ。ダタ、ドリス、キョリュクタイトゥ、リッチルライブ改ざん、チッタだ、ケテ大祖と、チッタってるんだ。やれやれ、また起きてか。ラーのペルは、トンリアルテルは、チオアル。あんた、トシトシ。アルテルは、ヤリル。ロ、フィア。王様、かわいそうです。すべて、魔物が存在するからいけないんだ。今は、そっとしておいてやれ。これで全部だ。魔王のところに、ヨナのところに行けるのか。しかり。絶対に取り戻してみせる。いや。それにしてもこうも都合よく鍵が集まるとはな。まるで誰かに集めさせられているような。シロは考えすぎだ。しかし、魔物がいた痕跡らしきものすらないな。本当にここで会っているのか。あの少女の記憶違いということも考えられる。子供だからな。もう一度聞きに行ってみるか。に会っちゃダメなの？行くのか。村は噂で持ちきりよ。あなたがヨナちゃんを取り戻しに行くって本当に行ってしまうのね。必ずヨナを連れて戻ってきます。あの、何？なんでもない。ポポルは心配性だからな。じゃあ気をつけて。くれぐれも気をつけてね。ありがとう。本当に気をつけて。気をつけてな。Thank you.
もういいのか。必ず戻ってきましょうね。ああ、行こう。魔物の気配がする。
物をあらかた片付けたかな。さて、木の根を採取するか。根の皮をこれくらい取れば十分だろう。依頼人に届けよう。昔はここまで強い魔物はいませんでした。魔物の勢力は拡大する一方だな。このまま人間の居場所がどんどん奪われていくんでしょうか。そんなことはさせないさ、絶対に。懐かしい景色であるな。そうだな、シロと初めて会ったのも初めて一緒に戦ったのもこの場所だな。へえ、シロさんってこんなところに住んでたんですか。まあ大まかに言うとそういうことになるか。クソ神に似合いのボロ部屋だな。どこかの下着女が散々暴れてくれたおかげでな。Thank you.